ペンシル貝オレンジ色の髪、青いシャツピンクのショートパンツ大きな茶色の靴といった特徴を持つ男の子のキャラクターですペンシル貝は校舎内をさまよいながらその最中に見つけた校長先生以外の生徒や教師に対して鉛筆を突き立てます刺された人はしばらくの間スタミナとスピードが低下して移動が困難になります校長先生に鉛筆を刺しているところを見られたペンシル貝は拘束され居残り部屋へと連れて行かれます